いや、大河君、ね、今日はいきなり来たけど、今日どこだっけ、これ。もう始まってる。はい。ああ、吉祥寺支部だ、これ、なんか。いや、バカです。ここで練習してるんだね。はい。なんで、はい、週3回練習。週3回。あと他のとこでもやってる。あとえ？他のとこでもやってる。他の、いろんなとこで出稽古して。はい、そうですね。それで、指導もしてるね。そうですね。じゃ今日はちょっと見学させていただくわ。はい。よろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、コーチ。はい、コーチ。コーチ。ちょっとこのもうあと何日ですか。もう数日じゃねえや、あと10日ぐらいありますね。ちょっとどうですか、仕上がりは。仕上がりどうですか。いや、まあ、いや今は結構動きてる感じはあるんですけど。あ、そうですか。調子がね、指導者としてのところはどうですか、今回の対戦は。感想的にハマれば勝てるはず。おお、ハマるってどういう感じで。狙ってるやつがあって。ああ、まあ、あんま言えないですよね、そんなんね。別に言ってもどうせ見てねえか。どうでも。いや、分かんない。見てる。見てます。見ねえよ。見ないよ。見てます。武術逃げたんでした。え？武術逃げたり。武術逃げて武術言ってるわけじゃないんですよ。いや、武術から逃げてますね、先輩は。何が？武術から逃げてますね。全く逃げてない。興味ねえんだ。いや、すごいと思うよ。すごいと思うけど、なんでそれ。先輩、じゃあ、生きてる時の塩田先生に勝てると思ってるんですか。なんでそんな意味もない人。全く意味ない。これ全部使いますからね。使う。先生はやっぱタイガのミット持つの大変じゃないですか。大変です。やっぱこう体重もあるし、ね、威力とか肘ボロボロになるんじゃないですか。やばい。ちょっと今日見学してよろしいですか。はい、はい、お願いします。よし。
きはパンチですから。システマを明日来ればいいですか。行かねえよ。よし、さあ、チャンピオンはミット持ちから作られますからね。本当ですか。はい、こう山田編集長が言ってました。どうですか。いや、いいですね。あ、徳川さんって何なんですか。今は肘ですね。肘、はい、あ、そういうこと。今回肘使えない。そうなんですよ。徳川さん1個封じられたんで、まあ、相手も宮沢氏にしようと。そう。いや、飯村支部長のミットはやっぱきついですか。いや、まあきついですけど、いいとこまで引っ張り上げて。いや、そうですね、理にかなってるんで全然、はい、やってて、はい、こうやっぱただきついミットやる人って、はい、なんかとりあえずやらせておくみたいな感じですけど、やっぱちょっとこう理論があって、その上で、はい、例えば蹴りを連続させるとか、パンチをしっかり打たせるとか、はい、そういうのもあって、強弱もしっかりあるんで、やっぱなんか試合とかでもそうですけど、動きの中で心拍がめちゃくちゃ上がるときと、うん、一応落ち着いてこう相手を見る時間があるんで、そういうのに考えたらすごい理にかなって。そう言ってみれば、シミュレーションもね、そう組み立てられてるっていうか、そういうね、練習の時に、いや、そうですね、自分がなんかその心拍が上がってもこういう打撃が打てる、こういうで、あのアプローチができるっていうのが分かるんで、なるほど、ミットの中でそういうのをやってもらえるんで、いや、まあね、なんかタイガーに一言お願いします。頑張れとか。俺も令和のミッキーしてくれ。ミッキー、令和のミッキー。あ、フォーリーじゃなくて。フォーリーじゃねえよ。ミッキーだろ。うん、そういうこと言ってるけどね。いや、もう
そう、自分はあんまりロッキーとか詳しくないじゃないですか。詳しくないんだ。まあ、名伯楽を超えて、もう巨匠になってもらわないみたいですね。ロッキーぐらい見とけよって話だけど。いや、そんな部分的にしか見てないですよ。部分的にね。イタリアの種馬とかは。あ、それしか分かんない。そういうのは分かるんですけど。いや、ちょっと、まあ、頑張ってください。はい、ありがとうございました。